皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、超次元ゲームネプテューヌマーク2実況プレイのパート26、やっていきたいと思います。さてね、前回は、マジェコンヌの幹部というか、四天王の一人っていうのかな、そいつとね戦ったんですよね。トリックザハートとかっていう、結構ね、変態チックなやつなんですけども結構強くてね、まあ苦戦しながらもどうにかこうにかこれ切り抜けまして、で敵のね、あの催眠にかかってた、ロムとかラムとかも、復帰した状態かな。とりあえずね、ルビーに戻ってみましょう。よかった、無事に帰ってきて。ごめんなさい。いろいろあったけど、とりあえずルビーの問題も一段落ね。はい、本当に何とお礼を言っていいのか。気にしないでください。それより最初にした約束のことなんですけど、これでロムちゃんとラムちゃんに一緒に来てもらってもいいんですよね。その件ですが、やはり私は心配です。この子たちはまだ幼すぎる。今回の件も逆に皆さんに迷惑をかけてしまいましたし。それは確かに否定できないですの。うん、しょうがないでしょ。シェアを取られて弱ってたんだから。それに私たちもう決めたんだからね、ロムちゃん。うん、決めたって何を？私たちの手であの変態を倒すのよ。ロムちゃんを洗脳した上、体中をそのペロペロされて、絶対許さないんだから。ペロペロ？あまり気にしないであげて。それにまたネプギアちゃんに助けてもらった。今度は私たちが助けたい。ロムちゃん、まあそういう気持ちもほんのちょこっとだけあるわね。ほんのちょこっとだけ。あなたたち、そう、自分たちでちゃんと決めたのね。うん、それならもう止めることはできませんね。ネプギアさん、この子たちのことよろしくお願いします。はい、こちらこそ。いろいろお願いすることになると思うんですけど。何でも頼みなさいよ。私たち二人にできないことなんてないんだからね、ロムちゃん。頑張る。お、ロムが加入した。ラムが加入した。よしよしよし、これロムラムは正式加入になるのかな。あ、ミンツム増えてる。あ、あ、スキップだな。まあ、彼女らもね、女神候補生ですから、頼もしいね。なんか増えたかな？彼女ら用の装備とかは、
ないのか。まあ、お湯を追加される感じかな。この子ら今何処理してんだろう。まず状態見よう。レベル36か、結構低いな。これは、レベル上げないとね、すぐには、活躍させられそうもないですね。いいえ、スライト。DS ライト。なるほどね。能力的にはどうなんだ？回復技。両方回復ができるんだ。ロムの方が、多分回復に秀でてるはずなんだけど、今んとこ結構消費が大きいね。で、レベルも低いからすぐに参戦させるのはちょっとまずいか。了解了解。とりあえず、この初期装備の防具だとちょっと心配もあるから、まあ物理は低いな。物理防御上げておこう。で、多分両方とも魔法攻撃主体になるでしょ？だからプロセッサーも、魔法攻撃が上がるようなものを優先してつければいいんじゃないかなと思うんだけど。とは言っても、命中も下げたくはないから、この辺か？まあ、多分魔法攻撃の強そうなラム、ちょっと優先して、鍛えておけばいいんじゃないかというイメージです。ちょっと見な。こっちも、まあ、魔法攻撃を、ちょっと上げとけるような感じで、命中は、やっぱ下げたくないけど、1しか変わらないとか、ほんとちょっとの変化だったら、いっそつけない方がいいな。頭くらいか。うん。とりあえずいいでしょう。せめてカップリングで誰かしらの後ろにつけて、とりあえずレベル上げるってのもいいでしょう。とりあえずね。まあ、基本的に今このパーティーが、やっぱだいぶ安定はしてるからね。とりあえずいいかなーと思うんだけど。まあ、こうしたけばとりあえず、いざという時切り替えて、回復もね、全員やってもらえるような形にはできたと思うんで。うん。まあ、しばらくはこれでやってみよう。どうしたもんだ。お、イースンさんからだ。もしもし、イースンさん、聞いてください。ロムちゃんとラムちゃんが一緒に来てくれることになったんですよ。
それは素晴らしいね。まさかあの双子が素直に協力してくれるなんて。あれ？ケイさんですか？ご名答。覚えていてくれて嬉しいよ。どうしてケイさんがイースンさんからの連絡かと思って。あれ？もろもろの事情があってね。先日からプラネティウムにお邪魔させてもらってるんだよ。まあ今は僕のことは置いといて、ユニのことで至急あなた方に知らせたいことがあってね。お、どうした？ユニちゃんがどうかしたんですか？結論から言うと行方不明になった。僕がいない間ラステーションの留守を任せていたんだけど、何かの事件に巻き込まれたらしい。そんな、ユニちゃんは大丈夫なんですか？わからない。あの子のことだから万が一ということはないと思うけどね。僕は今ここを離れることができない。それであなた方に代わりに安否を確かめてきてもらおうかと思ったんだけど。わかりました。すぐラステーションに向かいます。というわけです。急いでユニちゃんを助けに行きましょう。まあいいんだけどさ、決める前に一言くらい相談しなさいよ。ごめんなさい、つい勢いで。ギアちゃんのお人よしにも磨きがかかってきたですね。とにかく早く行きましょう。ユニちゃんが心配です。おっしゃ、じゃあとりあえずラステーションに向かってみましょうか。君たち、やっとラステーションに来てくれたんだね。どちら様ですか？覚えてないかな。ほら、君たちが結晶を探していた時に情報をあげた。あの時のおじさんだ。だからおじさんじゃ。それより今はユニ様のことだ。ユニちゃんのこと知ってるんですか？ああ、ケイ様から情報を集めるように言われていてね。さっきようやく足取りをつかめたんだ。あなた、あの教祖とつながりがあるの？それは… いちいち話の腰を折らないでくれ。ユニちゃん、どこにいるんですか？大丈夫なんですか？順を追って話すよ。ユニ様はここしばらくラステーションに広まっているマジェコンを一人で回収していたんだ。しかし先日、そんなユニ様の前に人とも言えない巨大な影が現れて、二人はひとしきり口論した後、戦いで決着をつけるとミッドカンパニーに向かっていったらしい。そしてそれからユニ様は帰ってきてないんだ。それってもしかして女神様が負けたってこと？大変じゃないですか。急いで助けに行かないと。だから君たちを待ってたんだ。あんな危険なダンジョン、私のような一般人には迂闊に出入りできないし。事情は分かったですな。急いで探しに行くですな。ユニちゃん、無事でいて。なるほどなるほど。じゃあ早速向かいましょうか。ミッドカンパニー。さてユニは無事かな。あ、早速イベントあるわ。あ、あそこに誰か倒れてるよ。まさか、ユニちゃん？ユニちゃんなの？ちょっと
大丈夫なの？しっかりしなさいよ。負けたの？女神なのに？傷はそこまでひどくないです。きっと気絶してるだけかと。すぐに手当てするです。ユニちゃん、あれユニちゃん起きたの？大丈夫なの？ネプギア、なんであんたが。急に動いたらダメですよ。ゆっくり起き上がってください。大丈夫よ、大したことないんだから。こんな傷、痛だ。強がるんじゃないの？それにしても誰とやり合ったの？あんたが簡単にやられるなんて。いやね、ユニ結構強いはずだしな。やられてなんてないわよ。紙一重というか、一瞬の隙というか、本当よ。はいはい。それでそいつの名前は？ブレイブザハードとか名乗ってたわ。マジェコンヌのくせにやけに正々堂々としたやつだった。こいつも四天王だな。ブレイブザハード、どこかで聞いたような。あの変態のことでしょ？私たちがルビーでやっつけた。あれはトリックだろ。あれはトリックザハードだよ。でも確かに似た名前だね。あんたたちはそいつに勝ったの？うん、ギリギリだったけど、みんなで協力してなんとか。そうなんだ。あんまり長話しちゃダメです。まだ反省が必要ですから。町に戻って休むですの。こんなところじゃ治るものも治らないですの。あとさて、兄ちゃん落ち込んでたな。プライド高そうだもんね、あの子。負けたのが相当答えてるんじゃない？そっか、そうですよね。私だってずっと落ち込んでたし。情けないの。一度負けたくらいで落ち込んじゃうなんて。私も落ち込むかも。ロムちゃんはいいの。だいたい私と一緒にいるのに負けるわけないんだから。みんなこれくらいポジティブなら苦労しないんだけどね。大変、大変だよ。大変、大変です。どうしてですの？まったく勝手なことしたんだろあいつ。ユニちゃんがいなくなったです。ほらな、ちゃんと治ってないのに。ユニちゃんがどうして。手間のかかる子ね。手分けして探しましょう。まだそんな遠くには行ってないはずだわ。なんか増えてないかな、ショップ。あとこの辺の開発も素材がねえんだよな。この辺あれば作ってしまえたらね。あ、ひまわりの種なんかどこで手に、どこで手に入れるんだっけ俺。うん、まあ素材集めないとな。まあどうせまたレベル上げなきゃいけなくなるだろうから、ほんとやろう。装備品とか新商品はあるかな。あ、あるな。アサルトライフル、これ完全に。これ買い。とりあえず。よしよし、買い買い。一応買っとくか。あるってことはきっとユニも来るってことでしょ。金もだいぶ減ってきたな。いやー、しまった。これ販売されるんだったら金増えたな。8つ買っちゃう。いや、多分1個持ってたな。うん、とりあえず。増えた。
あ、ロムラム専用。へえ。これ複数買えるのかな。あ、買えるんだ。さすがにな、金が一気に減った。金貯めなきゃな。しっかりと装備を整えて向かいましょう。この頃は姉妹で聞き手違うのね。これの方が高い。よいしょ。一人一人違ったわけじゃないや。なんかどうせったらセットで揃えたいよな。まあいいや。それったら多分ね、血がたがる。はい。じゃあとりあえず一旦ここまでにさせていただいて、次回、ユニを助けに行きたいと思います。きっとまた、ね、あの子のことだから、無策でね、また敵に突っ込んでんじゃないかなと思います。まあ、危ない目に遭う前にね、早く合流しましょう。はい、では長寿剣ゲームネプチューンのマーク2実況プレイのパート26、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆様のいけるなー。